こんにちは、シャイニージムです。今日はね、八王子駅から、徒歩2分ぐらいのところにあるこちらの、ユウさんに来てます。今日はね、ある企画を去年から提案させていただいて、その企画についてね、最終打ち合わせということで来ております。行ってみましょう。楽しみだね。はい、じゃあ階段上がって2階なので、こちらになります。こんにちは。こんにちは。今日お世話になります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。今日はですね、去年からその筋肉にいい、食事というのがなかなか八王子でね、安心して食べられるところがないということで、筋トレしてる人が安心に食べられるメニューっていうのがあったらいいですねみたいな話をしてたらですね、今日そちらのメニューを作っていただいたということで、今日は試食に、来させていただきましたので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼します。おー、ちょっと試作の、すごいボリュームが、はい、蒸し鶏のスモーキーソース仕立てです。来ました。はい、ちょっと胸肉ですね。スモーキーソースっていうのがね、気になりますね。聞いたことないな。ぜひぜひ。はい、はい、いや、これですよ皆さん、やっぱりボディービルダー一番安心して食べられるのは鶏の胸肉ですからスモーキーソースこれをね、ちょっとどんな感じなのかね、はい、ちょっといただきたいと思います。じゃあ早速、はい、ぜひぜひ。初めてですから試作。下にサラダが入ってるので、はい、じゃこのままちょっといただきます。や、柔らかっ。ありがとうございます。あとこのタレがなんか焼肉なんじゃないかっていう、うんうん、このタレ自体が香ばしいですよね、うん、黒胡椒が効いてて、てかめちゃくちゃ柔らかい。この蒸し鶏というか、うん、この鶏がですね、塩麹につけて低温調理をしてるんですよ。はい、胸肉なんですけど、めちゃめちゃプルプルし、断面図見てこれ、しっとりしてて、超しっとりしてる。やっぱり専門の調理器具で作ると胸肉がね、もうみんなが食べてるような感じじゃないですでこのタレがめちゃめちゃうまいですね。うまいですよねこれね、うん、これはあれですか、なんか どこで仕入れたというか。あ、もう醤油ベース の、はい、タレを、まあ、ちょっとこうスモークさせて、ちょっとこう色、まあ、匂いというか、まあ、スモーキーなこう香りをつけて作ったんですかこれ。あ、もうちょっと配合してる感じですね。いや、すごいよこれ、はい、初めて食べました、この味的にはいや、美味しいですよ、ね、胸肉なんだけど、うん、カルビ食ってる感じでした、はい、ソースがすごいうまいです。すごく美味しくて、これなら間違いなくタンパク質も取れるし、で結構ご飯を一緒に食べたいって方も合うと思うんですよね、はい、このソースだったら。確かにこれご飯に置いて食べたら、うん、結構減量でも美味しいまんま減量できそうですね、はい、シャイニージムとこちらのユウさんのコラボ商品ということで。そうですね、はい、はい、なので、まあ、八王子でね筋トレした後どこ飯行こうかなって言った時に、まあ、これならね確実に、安心して食べられますの でしかも美味しいですし、でなんかその注文の仕方によっては他にもね、筋肉にいいメニューとかもあるので、ちょっとそれもちょっと紹介していこうかなと思います。当店はですね、やっぱりもつ鍋屋さん、居酒屋なので、いろんなバリエーションのこうメニューがあるんですけど、その中でも例えばおつまみのメニューですと、まあ、定番の枝豆、うん、わさび枝豆っていうメニューがあるんですけど、うん、多分あんまり多分皆さん食べたことないと思うんですよ。聞いたことないです。めちゃめちゃ美味しいんですよ。わさびの風味をつかせてですね、すごく食べた瞬間にすごくわさびが口の中でふわっと香る、はい、っていう枝豆だったりとか、あとはですね、この悪魔的にうまい漬けうずらっていうメニューがあるんですけど、うずらの卵に、まあ、醤油ベースのこうタレを作ってですね、はい、悪魔的に美味しいタレを作りながら、まあ、本当にヘルシーに仕上げた、うん、はい、すごいめちゃめちゃなんていうんですかね、お酒に合うおつまみになってるん であとはですね、お肉のメニューなんかも、まあ、今のこの蒸し鶏の、はいはい、スモーキーソースもあったり、あとお魚なんかもサーモンユッケっていうメニューなんかは、これはもう絶対ボディービルだ、はい、めちゃめちゃ人気です、はい、あとはですね、このごまカンパチなんかもかなりヘルシーメニューなんで、すっごく美味しいですね。であとはお肉メニューですごく人気なのは、この鉄板ハラミポン酢っていう、はい、ハラミのお肉を結構レアな形で、赤身ですからね、はい、これも筋肉飯ですね、完全に。でタレはあっさりとおろしポン酢で食べていただくので、もうめちゃめちゃ脂質がかなり低い、はい、メニューになってます。こんな感じですね。なるほど、はい、結構バルクアップにも減量にもちょうど良さそうなメニューが結構あるので、うんうん、であとはご飯も別で注文してもちろん大丈夫です、はい、っていうことなんで、まあ、お酒に合うものってご飯にも合います。そうです、そうです、そうです。
でお酒もですね本当にもう数百種類って形で用意してるので、酒がすごいのよまず生がプレミアムモルツ、ね、そうですねクラフトビールとかもすごいですよだうちはもう飲み放題があったらあのすごく特徴的なので、結構飲まれる方も、ね、うん、あのトレーニングされる方多いと思うんで、もう金額とか気にせず、いやもう前回の忘年会でみんなびっくりしましたもんこれも飲み放題なのそうなんです。個人的にびっくりしたのがあのコロナビール、はい、あれ飲み放題なんだと思って、うん、もうコロナもあと小江戸っていうクラフトビールも、はいはい、もうクラフトビールも飲み放題だし、これありえないからね、ギネスとかも飲み放題なんで、ギネスそうやばすぎる、太っ腹すぎる、 お店にさえあればあの山崎っていうハイボール、あのウイスキーも飲み放題です。確かに、でもすぐ終わっちゃうんですけど、あの来ていただいた時にあればラッキーなので相当ラッキーですね。死ぬほど飲んでくださいいや本当にだからあの気前のいいお店で、はい、で忘年会で使った時はここに鍋を、もつ鍋をやるんですけど、はい、めちゃくちゃうまいんですよ、もつ鍋が。ぜひぜひこのもつ鍋ですね、はい、もうなんか迷ったらとりあえずここに来ればあのおすすめなので、まあ、しゃぶしゃぶよりこっち来てほしいって感じです僕的にはぜひぜひ、はい、なんでまあこのようにあのトレーニングした後ね、どこでご飯食べようかなと思ったら、まあ5時からあの食べられるようになってるんで、はい、あのなんか筋肉トークしに仲間とここに来て、まあ減量中の人がいたらまあこれとかさっきのあのハラミとかユッケとかうずらとか食べて、行ける人はもう鍋やるみたいな感じで、飲める人はもう飲み放題感じだみたいな感じで、まあ楽しめる、体作りしてる人でも安心して楽しめるお店だと思うので、かなりおすすめです。ありがとうございます。とにかく初めてですから、そのシャイニージムとのコラボ商品っていうのが、だから超自信作なんで、これはめちゃくちゃうまかったです。これご飯食べたくなっちゃいます本当にぜひね一度食べていただいて、ね、仲間とあの筋肉の話で盛り上がっていただければと思いますので、よろしくお願いします。ぜひお待ちしてます。はい、じゃあマサト、マサト就職です。うまっ、柔らかいでしょ、ご飯食べたくなっちゃういや、お子さん連れでも楽しめると思うので、ぜひ八王子在住の方でもね、いろんな料理もね開発されているということで、今の試作の段階であるんですけど、鶏の胸肉にブロッコリーソースを和えたもの、はい、こういったものも、ね、あの今後、出るかもしれないということで、ね、こんな貴重なものをちょっといただきたい。どうぞどうぞ。ブロッコリー、これ筋肉のためのそうですね、ブロッコリーですからね、筋肉のためのこれもメニューですよ、はい、くしくもまたこれは全然柔らか何これ、そうなんですよ、すんげえ柔らかいですね、これも、これもこれの、まあ、ちょっともう少し分厚く、はい、ダイス型にこうちょっとカットした形で、分厚く切っても柔らかい、でもやっぱり麹につけてるからふわっとしますね。そうなんですよね、うん、そう、うわ、これもぜひ商品化してほしいですねすごい、めちゃくちゃ美味しいですこれ、うん、まだ分かっ、すごい柔らかいよねびっくりするよ、柔らかい、リアクション最高だうまい、ふわふわだよ、お肉だから。